それでは次にですね、深義文文の主語についてお話をしていこうと思います。一般的に深義文文で使われる短縮の疑問形の主語、つまり最後に足される部分ですね、Is it? とかですね、Can he? といった部分です。には、I, you, he, she, we, they, it といった代名詞しか使われないんですね。そのため、前半の文の主語が固有名詞であったり、This, that, these, those であったり、Her brother のような形、はい、のような代名詞以外、これらの代名詞以外ですね、はい、の場合、短縮の疑問形の主語に気をつける必要が出てきます。例えば、ナオコの場合、ナオコ can teach math, can she? というふうにですね、ナオコと言ってる場合は、she ですよねと。ですので、can ナオコにはならないんです。can she になります。これで、ナオコは数学を教えられるのですよねという文になります。また、this is not a restaurant, is it? This。はい。これも確かに代名詞なのですが、this とか that, these, those は、最後の部分には使えないんですね。ですので、it が使われている。はい。This is not a restaurant, is it? これで、これはレストランではないですよね、という、深義文文の文章になります。そして、Her brother has been to Nara, hasn't he? これで、彼女の弟は奈良に行ったことがあるのですよね、という文章なんですが、Her brother。はい。これも最後には持ってこれないんです。Her brother。これ代名詞にすると、he ですので、最後は hasn't he? という風になります。また、I think that なんとかや I don't know that のような、I don't know that なんとかのような形の場合、どこの部分の主語が短縮の疑問形になるのか注意する必要はあるんですね。これは主節と従属節、両方に、主語と動詞が入ってます。ですので、he thinks と you are ですね。まあ、B 動詞も動詞ですもんね。ですので、どっちの方を短縮の疑問形にするのかっていうのがポイントです。He thinks that you are teacher となった場合、彼は思っていますよ。あなたは先生だと。で、彼が思ってる方、こちら側ですね。これ。これの深疑問文ですので、doesn't he です。thinks 一般動詞。プラス he。ですので、doesn't he というふうになります。こちら側ではないです。ですので、aren't you は buts というふうになります。これで、そうです。彼はあなたが先生だと思っているのですよね、という文章になります。また、you didn't know. はい。she was my sister. はい。二つありますよね。you didn't know. あなた、まあ、you と一般動詞の否定文。過去形の否定文です。それと、she と b 動詞の過去形。で、じゃあどっちを、最後足すのかというとですね、こっちですよね。こっちの話をしてます。ですので、よいしょと。didn't know 一般動詞の過去形の文章。ですので、こっち側は一般動詞の過去形という形になります。こっち側に合わせたらダメですよと。これで、あなたは彼女が私の妹だと知らなかったでしょうという意味の文章になります。You didn't know she was my sister, did you? という形になります。それでは練習問題です。それぞれ日本語と同じ意味になるように次の括弧内の語とカンマを並べ替えていきましょう。ただしくは括弧に使われた単語、もしくはカンマが一つ含まれていますので注意してください。文の最初の段本に書いてあります。と。1番、太陽は月よりもはるかに大きいのですよね、という文章ですね。これは大きいですで、まず考えましょうか。太陽は月よりもはるかに大きいという文章ですね。主語、the sun ですね。the sun。は何なのか、はるかに大きい。これは比較級ですね。で、マッチが使われますね。ってことは、the sun is much bigger。おっと。is much bigger。比べるものは、than the moon ですね。はい、月と比べて。月も、はい。だが必要でしたね。で、カマ。で、これは、the sun。これが主語。
つまり it が使われてまして be 動詞ってことは isn't it ですね。 doesn't は使わないですね。よいしょ。つまりこの形になると。よいしょ。はい、読んでいきましょう。 the sun is much bigger than the moon, isn't it? っていうふうに言います。それでは次です。ヨシコは地面に座ったのでしょうと、なぜ彼女は私の言うことを聞かなかったのですかという二文ですね。最初がヨシコは地面に座ったのでしょうと、ではヨシコは地面に座ったという文章を考えてみましょうか。ヨシコ、ヨシコ sat、 座りました。これは on the ground ですね。はい、何々の上にっていうので on です。まあ地面の上にという考え方ですね。ヨシコ sat on the ground。 よいしょと。ヨシコ sat on the ground っていうふうになりますね。そしてあ、これなんで座がつくのかと言いますと、まあそこの地面に、例えばまあ濡れていた地面とかね、座っちゃダメって言ったのになんで座ったのみたいな、そんな形ですね。ですので、どの地面なのかっていうのが限定されてますので、the ground っていうふうになりますね。ヨシコ sat on the ground で、カンマ。で、ないないでしょうというのが必要ですので、今回は過去形、一般動詞の過去形ですので、didn't she ですね。はい。wasn't は使わないと。この形になりますね。そして、なぜ彼女は私の言うことを聞かなかったのですかと。なぜ why ですね。はい。そして、聞く。これは listen to が使われますね。ってことは、didn't。一般動詞が使われてますね。why didn't she? why didn't she? why didn't she?Listen to me ですね。私の言うことを聞かなかったのか。よいしょと。Why didn't she listen to me? というふうにありますね。はい。では読んでいきましょう。Yoshiko sat on the ground, didn't she? Why didn't she listen to me? というふうにあります。では次です。これは電池ではないですよね。誰があなたにそれをここに持ってくるように言ったのですかと。最初の文章。これは電池ではないっていう文章を作ってみましょうか。 This is あ、isn't かな、あ、is not ですね。 This is not This is not A battery ですね。 A battery This is not a battery で、かま、あ、This は使わない。This の場合は it が使われるんでしたね。ですので This is not a battery, is it? ですね。よいしょという形になります。そして、誰があなたにそれをここに持ってくるように言ったのですかと。誰が、これ who ですね。で、who の後っていうのは、これ誰がというふうに主語を聞いている疑問文ですので肯定文の形で OK。 who を主語とした肯定文ですので、誰があなたにそれをここに持ってくるように言ったと。言ったのですか、あなたに、っていうのをまず考えてみましょうか。Who told you ですよね。Who told you、あなたに言ったのですかと。Who told you、何よって言ったら持ってくるようにかな。Who told you to bring。 Who told you to bring 何を持ってくるのか、それをですね。で、ここにかな。ですので、Who told you to bring it? Bring it here ですね。はい、行きましょう。Who told you to bring it here? というふうになりますね。はい、では読んでいきましょう。This is not a battery, is it? Who told you to bring it here? というふうになります。では次です。太郎がハンバーガーを2つ頼んだんですよね。彼は本当に2つのハンバーガーを食べられるのですかという文章ですね。最初頼んだ、太郎がハンバーガーを2つ頼んだという文章を考えてみましょうか。そうすると主語太郎ですね。太郎 ordered
何を頼んだんですか？2つのハンバーガー。Two hamburgers. Two hamburgers. おいしょっと。で、深き文部のですよねという形ですので、太郎 order two hamburgers. 太郎 he で過去形の一般動詞の文ですので、didn't he ですね。あ、he は使わないですね。よいしょ。はい。よいしょ。で、次ですね。彼は本当に2つのハンバーガーを食べられるのですか？何々できるのですか？ can の疑問文ですね。can he? 彼はできるのですか？ can he? 本当に。can he really eat?本当に食べられるのですか？really eat? 二つのハンバーガーをと。two hamburgers? Can he really eat two hamburgers? ですね。はい。気になりますね。では読んでいきましょう。Taro ordered two hamburgers, didn't he? Can he really eat two hamburgers? というふうになります。それでは次です。あなたはこの単語の意味を知らないでしょう。それを今まで、見たことありますかという文章ですね、あなたはこの単語の意味を知らないでしょう。ということは、知らないという文章をまず考えていきましょう。you が主語ですね。はい。あなたは知らない。don't know かな ?you don't know. はい。you don't know. 何を知らないのかと、この単語の意味。これは You don't know this, this word means. What this word means かな。これは間接疑問文の形ですね。You don't know what とありますもんね。What? はい。What this word? この単語の意味が何なのかっていうのが、厳密な日本語ですかね。You don't know what this word, what this word means. よし。で、カンマですね。そして、meaning を使わないと。そして、you don't となっているので、do you ですね。よいしょ。You don't know what this word means, do you というふうになりますね。よしと。で、それを今まで見たことはありますかと。これは現在完了の形ですね。have. で、あなたはですよね。have you? で、今まで ever. have you ever? これは見たことがある。watch の方っていうのは、例えば watch TV とかですね。Watch the soccer game というふうに動いてるものを目で追うみたいなね、そういうのが watch でしたね。一方で see、はい、これは見るっていうのは、まあ、目に入るとか視覚に入る、そういった形になります。そういった意味ですね、になりますので watch は使いません。 seen ですね。 Have you ever seen it? という形になりますね。はい。で、読んでいきましょう。 You don't know what this word means, do you?Have you ever seen it? というふうになります。では次にですね、不可疑問文の答え方について学んでいこうと思います。次に学ぶのは不可疑問文の答え方についてです。基本的に不可疑問文の答え方は、普通の疑問文同様、肯定の場合は Yes で答え、否定の場合は No で答えますと。否定の不可疑問文の場合、答え方が日本語とは逆になりますので注意していきましょうと。どういうことなのかと言いますと、はい、あなたは大学生なんですよね。これ、You are a college student, aren't you? これで、はいの場合、そうです、私は大学生ですよの場合は、Yes, I am. そして、いいえの場合、大学生ではないですよという場合は、No, I am not. もしくは、No, I'm not. という形になります。これは、まあ、普通の疑問文というんですかね、肯定文を疑問文にした形と考えてもらえれば、あなたは大学生なんですよね。はい、そうです。もしくは、いいえ、違います。ですので、まあ、そのまま答えれば OK なのですが、問題はこっちですね。否定文の場合ですね。
太郎は犬が好きではないのですよねと。太郎 does not like dogs, does he? これで、はいの場合、つまり太郎は犬が好きではないという場合は No なんです。ですので、好きではないの場合、No, he doesn't. もしくは No, he does not になります。逆に、いや、そんなことないよ。太郎は犬が好きだよという場合、家の場合ですね。太郎は犬が好きだよという場合は、Yes, he does なんです。ですので、肯定の場合、この動詞に対して、肯定の場合は Yes。否定の場合は No というふうになります。ですので、否定疑問文と同じですね。否定疑問文もそうでしたよね。例えば、よいしょ。Don't you like dogs?という場合、はい、あなたは犬が好きではないんですよね。Yes って言うと、いや好きだよ。No って言うと、そう好きではないんですよという意味になりました。これも一緒です。ですので、まあ、否定疑問文の時と同じような答え方と考えてもらえばいいかなと思います。そしてプラスは、口語でよく使われる Right。口語では短縮の疑問形を文の最後に足す代わりに、正しいという意味の right という単語に question mark ですねを足して正しいですよね right という意味で使われる場合があります。特に I am なんとかの、不可疑問文の場合 am I not、はい、最初の方に登場しましたね。 yeah, aren't I の代わりに right がよく使われます。と例えば you can coach baseball right って言うとあなたは野球指導できるのですよねというふうに不可疑問文のような意味を持たせることができるんですね。まあ、不可疑問文にするならば、can't you ですよね。はい。You can coach baseball, can't you? というふうになりますが、right を代わりに用いることができます。まあ、right はある意味オールマイティなんですね。どの場合でも使えます。ですので、I am not late, right? 私は遅刻ではないですよね。とまあ、特に、そうですね、I am の形ですね。I am の場合ですと、よいしょ。I am、そうです、ここですね。I am の場合ですと、am I not? や、aren't I? という形になりますので、まあ、ちょっと言いにくい、ちょっと硬いというのがあったりしますので、right がよく使われるかなと思います。それでは練習問題です。次の過去に適する語を書いていきましょうと。1番、あなたたち雨の中サッカーを練習したのですね、と。そうです。私たちは明日は雨が降らないことを望みます。という文章ですね。最初、したのですね。と。した。過去形ですね。一般動詞の過去形の文章ですので、You played soccer かな?あ、練習したですので、practice かな ?You practiced? はい、soccer。雨の中。in the rain ですね。これもフレーズとして覚えてしまった方がいいという形ですね。in the rain。そして、何々ですよね。ですので、過去形、一般動詞、didn't you ですね。よいしょ。というふうになります。そして、そうです。ですので、yes, we did かな。あなたたちとなっているので、yes, we did。そして、we hope、降らないことを望みます。明日雨が降らないことっていうのが、ここに入りますね。ですので、we hope itwill not rain tomorrow かな。明日のことをお話ししているので、未来ですね。will not rain tomorrow というふうになります。では、読んでいきましょう。You practiced soccer in the rain, didn't you? Yes, we did. We hope it will not rain tomorrow というふうになります。それでは次です。私たちはまだ月が見えないですよね、と。まだです。私たちはあと数時間待たないといけませんという文章ですね。そうしますと、私たちはまだ月は見えないという文章。We can't see, cannot、ですかね、もしくは can't ですね、はい。We cannot, もしくは can't see the moon yet ですね。The moon yet。で、cannot で聞いているので、can we ですね。はい、can we。そして、まだです。ってことはこれ否定ですね。ですので、No, we cannot. もしくは can't ですね。No, we cannot. もしくは can't. そして、私たちあと数時間待たないといけません。何々しないといけないですので、have to の形かな。
We have to wait ですね。We have to wait for あと数時間。で、more hours。これは、a few more hours ですね。あと数時間。a few more hours。という形になりますね。はい。では、読んでいきましょう。We cannot see the moon yet, can we? もしくは、We can't see the moon yet, can we? No, we cannot. あるいは、No, we can't. We have to wait for a few more hours. というふうになります。次です。日本はずっといくつかの発展途上国を手伝い続けているのですよね。そうですと。何々し続けているということは現在完了ですかね。あ、弁もありますもんね。ですので、Japan has ですね。はい。has been 手伝う。helping ですね。helping some 発展途上国。これは、developing countries ですね。発展している。まあ今、している段階ですよっていう国という形になりますね。developing countries と。はい。そして、ですよねとなってますので、不可疑問文の形ですね。Japan has なので、Japan が it になってる。そして、ここは has ですので、hasn't it ですね。よいしょ。そして、そうですという場合は、yes が最初に入って、has で、まあ、聞いているといえば聞いてますよね。ですので、yes, it has というふうになりますね。はい。では読んでいきましょう。Japan has been helping some developing countries, hasn't it? Yes, it has. というふうになります。それでは次です。あなたはボールを取ることができなかったでしょう。できませんでした。私の顔に当たらなくてよかったですという文章ですね。最初、あなたはボールを取ることができなかったという文章を考えると、You could not catch ですが、couldn't catch ですね。括弧が2つしかないので、couldn't catch the ball。で、could で聞いているので、ここは couldn't になっているので、こっち could you ですね。はい。で、できませんでした。否定ですので、こっち側は No, I couldn't ですね。No, I couldn't。で、私の顔に当たらなくてよかったです。よかった。I am glad の形ですね。I am glad。はい。まあ、happy ではないですよね。安心したっていう形はこれ glad ですね。happy だと嬉しいみたいな、そんな感じなんですけど、ちょっと違いますので、今回 glad のみですね。I am glad that 何なのか当たらなくてよかったと。It didn't hit my face ですかね。Didn't hit my face というふうになります。で、読んでいきましょう。You couldn't catch the ball, could you? No, I couldn't. I am glad that it did not... あ、ごめんなさい。もう一回いきますね。You can... あ、ごめんなさい。もう一回いきます。You couldn't catch the ball, could you? No, I couldn't. I am glad that it didn't hit my face. というふうになります。それでは次です。彼の家はこの市で一番大きな家の一つですよね。違います。この地域にはたくさんの大きな家があります。という文章です。最初がですよね。ここにしましょうか。おっとっと。よいしょと。この家はこの市で、あ、この、彼の家はこの市で一番大きな家の一つです。という文章ですね。そうしますと、his house is 何とかの一つ。っていうことは、one of the ですかね。one of the biggest houses ですね。ここ複数形にするので注意してください。houses. One of the houses in this city で、ですよね。となりますので、今回は his house. これ it ですね。で、is で聞いているので isn't it ですね。isn't it. そして違います。no. はい。no.It isn't ですね。No, it isn't. そして、この地域にはたくさんの大きな家がありますと。そうしますと、あります。ですので、there are ですね。There are a lot of big houses in this area ですね。地域ですからね。はい。よいしょ。よいしょ。はい。で、読んでいきましょう。His house is one of the biggest houses in this city, isn't it? No, it isn't. There are a lot of big houses in this area. というふうに言います。
それでは次です、次の日本語を英語にしていきましょうと。1番、月は太陽と同じほど明るいわけではないのですよね、明るくないですという文章ですね、ないですよね、わけではないという文章をまず考えていきましょうか、まず主語が The Moon ですね。 The Moon、 そして何々ほど、明るいっていうことは As bright as ですよね。 As bright as、ですが B 動詞が必要ですね。 The moon is not、 もしくは isn't ですかね。はい、 The moon is not as bright as the sun ですね。で不可疑問文ですので、これは B 動詞 not なので is it ですね。よいしょ。 The moon is not、 もしくは isn't as bright as the sun というふうになりますね。で is it、 よいしょ。はい、そして答えは明るくないです。これは否定ですので No it isn't ですね。よいしょ。大丈夫かな。で読んでいきましょう。 The moon is not as bright as the sun, is it? No it isn't. もしくは The moon isn't as bright as the sun, is it? No it isn't. というふうになります。では次です。この電池は壊れていますが、一つ別のを注文する必要が私たちにはあるという意味ではないですよねと。難しいですね。まずここバットですね、カンマバットになりますので、ここ考えてみましょうか。この電池は壊れています。 This battery is broken ですね。よいしょ。そうしますと This battery is broken、 はい、大丈夫ですよね。でカンマで、でよいしょと。ここからですね、難しいのが。はい、バって何なのかと。一つ別のを注文する必要がある、必要が私たちにはあるという意味ではないですよねと。っていうことは意味ではないですよねっていうのがまずきますね。 It does not、 もしくは doesn't mean、 はい、これで注文あという意味ではないですよねっていう部分はカバーされましたね。よいしょ。あ、ですよねが最後にありますので、これは不可疑問文ですね。But it does not mean 何なのか、私たちは、注文しなくてはいけないということですね。mean that 入れる入れない自由で、 we need to、order ですね、注文する。 order 何なのか、一つ別の another one ですね。よいしょ。But it does not mean that we need to order another one. で、はい、ですよねっていうフレーズが来ますので、ここですね。Does it の形ですね。It doesn't になってるので、does it っていうふうになります。よいしょ。ですので、よいしょ。よいしょと。あ、こちらないな。こっちですね。はい、すいません。It does not、 もしくは doesn't mean that we need to order another one で does it というふうになりますね。これ難しかったですね。分解して考えるのが重要かなと思います。では読んでいきましょう。 This battery is broken, but it does not mean we need to order another one, does it? もしくは But it doesn't mean that we need to order another one, does it? というふうになります。次です。彼女はこの質問に答えることができませんでした。彼女の顔は赤かったでしょうという文章ですね。最初はですね、 C が主語で答えられなかったと、ことができませんでした。 Could not ですね、もしくは couldn't ですね。 Could not answer 答えを、とっと、answer、この質問に This questionね、よいしょ。 She could not、 もしくは couldn't answer this question というふうになりますね。そしてはい、
彼女の顔は赤かったでしょうと、赤かったという文章を考えますと Her face was red ですね。でしょうを足さなくてはいけないので wasn't で her face これは it ですね。 wasn't it っていうふうに言いますね。はい、では読んでいきましょう。 She could not answer this question もしくは She couldn't answer this question Her face was red, wasn't it? っていうふうに言います。では次です。まさきは彼の宿題をまだ終わらせていないですよね。まだですと。はい、そうしますと何々させていないですよね。いないで切りましょうか。まさきは彼の宿題をまだ終わらせていないと。そうするとまさきが主語、まさきで、これは現在完了の形ですね。has not もしくは hasn't finished、彼の宿題、has not finished his homework yet。 はい、それで不可疑問文ですので has not にしてるので has he ですね。よいしょ、出してしまいましょうか。はい、まさき has not もしくは hasn't finished his homework yet。 よいしょ、 yet で、has he ですね。そしてまだです。これ否定ですので no he hasn't ですね。はい、で読んでいきましょう。まさき has not finished his homework yet has he no he hasn't もしくはまさき hasn't finished his homework yet has he no he hasn't というふうになります。では次です、私は多すぎる数の教科書を持っています。私は私の古い教科書を処分するべきですよねと。最初の文章、私は多すぎる数の教科書を持っています。私は持っていますですね。何を、too many textbooks ですね。多すぎるっていうのは too many ですね、多すぎる数の教科書。教科書はこれ加算名詞ですのでここは too many ですね。 too much ではないです。I have too many textbooks ですね。よいしょ。で、次の文章が、よいしょと。私は私の古い教科書を処分するべきですよね。するべきって考えましょう。主語が I。そして私は私の古い教科書を処分するべき。should ですね。で、処分する。get rid of。should get rid of。of 何を、私の古い教科書。 I should get rid of my old textbooks textbooks で、ですよねになるのでカンマ、ここですね。注目するのは shouldn't I ですね。ですので、はい、 I should get rid of my old textbooks の後カンマ shouldn't I というふうになります。で、読んでいきましょう。I have too many textbooks. I should get rid of my old textbooks, shouldn't I? っていうふうに言います。それでは次です。あなたは印刷してある本の方が電子書籍、これデジタルの本ですね、より読みやすいと思っていないですよね。いや、思っていますよという文章ですね。ほら、ちょっと難しいですね。最初、あなたは思っていないですよね。というのが必要ですね。you do not おっとっと、よいしょ、 do not もしくは don't でも OK ですね。 you do not think、はい、あなたは思ってないですよね。何をって言ったらここですね。はい、印刷してある本、つまり printed books ですね。 printed books、はい、一般的なことですので加算名詞の場合は複数形にします。printed books は何なのか、読みやすい、 are、比較級、 easier to read ですね、はい、読みやすいですよ。で、比べるもの than 何なのか、電子書籍、これはですね、デジタルの本、つまり digital
books になりますね。 You do not think、 あ、これ that と入れても OK ですね。入れなくても OK です、Printed books are easier to read than digital books。 で、ですよねと。ですので、ここで不可疑問文ですね、You do not think にかかってくるので、Do you ですね。 Do you、 よいしょ、ちょっと出しましょう。おー、長いですね。はいと、よいしょと、You do not、 もしくは don't think that printed books are easier to read than digital books で、do you っていうふうになりますね。そして、思っていますよ。あ、これ肯定の答えですね。ってことは Yes, I do ですね。はい、では読んでいきましょう。 You do not think printed books are easier to read than digital books, do you? Yes, I do。 もしくはYou don't think that printed books are easier to read than digital books, do you? Yes, I do. っていうふうになります。それでは次です。私たちはこの言葉を使うべきではないのですよね。あなたたちは使うべきではないです。なぜなら悪い単語だからです。という文章ですね。最初、使うべきではないと、いう形ですね。不可疑問文になりますので、まずは私たちはこの言葉を使うべきではないという文章を考えていきましょう。We should not、 We should not、 もしくは shouldn't、 use、 何なのかこの言葉、 this word、 カンマでここですね、注目するのは。ですので should we ですね。よいしょ、よいしょ、We should not、 もしくは shouldn't use this word, should we っていうふうになりますね。そして、あなたたちは使うべきではないです、つまり No, you shouldn't ですね。よいしょ、否定です、答えが。ですので No, you shouldn't。 そしてなぜなら悪い単語だからです。 Because、 それはですよね。ですので It is、 悪い単語、 A badWord ですね。はい、大丈夫ですかね。で、読んでいきましょう。 We should not use this word, should we? もしくは We shouldn't use this word, should we? No, you shouldn't, because it is a bad word というふうになります。それでは次です。彼は地面にマットレス、mattress ですね、を置きました。彼は寝ようとしていたのでしょうという文章ですね。最初これは過去形の文章ですね。一般動詞の文章ですかね。he が主語ですね。he。そして置く。これ put ですね。過去形も put です。he put。何を置いたのか。a mattress ですね。そのマットレスではなくて、ただ単に一つのマットレスを置きましたという意味ですね。he put a mattress。地面に。on the ground ですね。まあ、彼がそのいた場所っていうんですかね。マットレスを持ってて、その真下の地面って感じですかね。に置いた。ですので、on the ground っていう風になりますね。よいしょ。He put a mattress on the ground. そして、よいしょ。彼は寝ようとしていたのでしょうと。彼は寝ようとしていたっていうのを考えましょう。そうすると、これは何々していた。何々しようとしていたか。ですので、try to なんですけど、進行形ですね。ですので、過去の進行形。He was trying to, あったのかな ?trying to, sleep. He was trying to sleep. になりますね。そして、でしょう。なので、カンマで、はい、ここですね。wasn't he ですね。よいしょ。He was trying to sleep, wasn't he? というふうになりますね。では読んでいきましょう。He put a mattress on the ground. He was trying to sleep, wasn't he? というふうになります。次です。マコは一番早い電車に間に合うことができなかったでしょう。彼女には早すぎると私は知っていましたと。できなかったでしょうと。ではできなかったという文章を考えましょう。マコ。マコ。できなかった。これ、could not ですかね。could not。もしくは couldn't。何なのか。あ、
間に合う、電車などに間に合うっていう場合キャッチでしたね。おっとっと、 could not catch 何よ、一番早い電車 the earliest train ですね。 Marco could not catch the earliest train、でしょうの部分ですね。 Marco could not ですので、Could she ですね。よいしょ。よいしょ。はい。Marco could not. もしくは couldn't catch the earliest train. Could she? っていうふうになりますね。彼女には早すぎると私は知っていましたと。ってことは私は知っていました。I knew が最初に来ますね。I knew that 入れる入れない自由で、彼女には早すぎると。It was それは彼女には早すぎたんですよね。彼女が早すぎたんではなくてそれです。ですからこれ注意してくださいね。 It was too early 早すぎる彼女には for her ですね。出してしまいましょう。はい、よいしょ。I knew と過去形になってますので、ここが早すぎたではなく現在形となっていますが、時制の位置ですね。 It was too early for her というふうになりますね。って読んでいきましょう。 Marco could not catch the earliest train, could she? もしくは Marco couldn't catch the earliest train, could she? I knew it was too early for her. もしくは I knew that it was too early for her というふうになります。それでは最後の問題です。なぜあなたのカバンを濡れているのですか？なぜならすと雨が降っているからです。あなた雨が降っているのを知らなかったのですね。という文章ですね。これはまず why の文章ですね。why、なぜあなたのカバンを濡れているのですか？濡れている。これは wet ですね。っていう形容詞ですので、why is your bag? あなたのカバンは濡れているのですか？と。Why is your bag wet? そして、なぜなら外は雨が降っているからです。Because, なぜなら、よいしょ。外は雨が降っている。It is ですね。天気を言う場合、基本的に it が使われるという話でした。ですので、it ですね。It is, 雨が降っている。ということは、raining ですね。It is raining, 外、outside ですね。あ、出してしまいましょうか。It is raining outside というふうになります。そして、よいしょと。最後がこれ、深疑問文の形になってますね。あなた雨が降っているの知らなかったのですね。あなたは知らなかったのですねっていうのが最初に来ますよね。ですので、You did not もしくは didn't No, that と入れる入れない自由で雨が降っているのをという形になりますので You did not know that 入れる入れない自由で It was raining ですね。これも時制の位置ですね。降っていると現在形になってます。降っていたではなくてね。しかし It was になります。 did が入ってますので was にすると。You did not know it was raining. で、はい、不可疑問文ですので、ここに注目と。Did you ですね。You did not の形なので、did you というふうになります。おっと。よいしょと。よいしょと。はい、大丈夫ですかね。では読んでいきましょう。Why is your bag wet? Because it is raining outside.You did not know it was raining, did you? もしくは、You didn't know that it was raining, did you? というふうになります。はい、これで今回の練習は終了です。まとめ、今回学んだこと、気づいたこと、反省点を書いてからおしまいにしていきましょう。